はいどうもコビーです。さて本日はですねこちらの TH コンプリーターさんが前半、関西クラクラクラブからが後半、合計4本のねアタック見てもらいながら動画撮っていきたいというふうに思うんですけども、皆さんついに来ましたね、アップデートっていうか遅いよ今更かよって話かもしれないですけど、実はねちょっと溜めてた動画があって、アップデートの直後にそのアップデート新環境のね動画っていうのをちょっとお届けできないという事情がありました。まあそれともう一個は、今回みたいに結構大きくですね仕様が変わった場合って、まあ、私いつもそうなんですけど、どんな風にそれが変わったのかっていうのをある程度自分の中でこう消化してからお伝えしたいっていうのがありまして、残念ながらですね、クリエイターコードがない私は開発ビルドが借りないんですよね。なのでプレイしてから、発信したいんですけど、あんまりねこの新環境でこの攻めがとか言うとちょっと誤解を与えるかなというのがあったんで、少しね、落ち着いてから撮ってます。で、本日はまさに、その誤解をね、皆さんちょっと持ってんじゃないかなと思うところにこう切り込んでいくのをね、動画にしたいというふうに思いますので、見てもらいたいんですけども、まあですよ。ライトニングですね。実は海外プレイヤーみんなこれザップって呼んでるんですけどね。イッツさん、ドイツのね、インツさんとかね、本当にもう、動画見てるとザップって言ってて、言っちゃっていいのかなっていう気がね、するんですよ。これ英語でもちゃんとね、ライトニングって名前になってるんで、本当はザップじゃないんですけども。で、この呪文がですね、やっぱ猛威を振るってますよね。で、こいつをですね、ちょっと本日は、ものすごくね、こう、集中的にお話ししたいというふうに思うんですよ。まずはね、この TH コンプリーターリーダーさんのミラゴグデスさんですね。のアタックご覧ください。で、何がすごいかっていうと、援軍をね、潰せるっていうのがやっぱりすごいですよね。このクラン城、これ、クエイク一発プラス、ライトニング合計7発かな。加えるとこのクラン城がやれちゃうんですね。で今回みたいにミラゴグさん慎重にこうライトニング打ってますけども、結構これ際どいんですよ。でもこれ、ね、思いっきりこう広げて打ってるんですよね、こうやってね。でこうしてやっていくと見てください、これライトニング合計8発プラスクエイク2発10枠使うんですけども、投石機2個プラスのエアスイーパー、さらにクラン城が壊せる。でこうなると見てください、これ十字方面ここですよね、ここの部分っていうのが思いっきりもう、投石機もなくなっちゃってるので、防衛としては薄すぎるんですよね。クランジョンがやっぱ壊れちゃってるから、防衛援軍が出てこないことによって、ポイズン持ってく必要ないし、ヒーローたち、ババキンとアーチャークイーン、さらにロイヤルチャンピオンにグランドウォーデンまで全部出して、もうトーンまでですからこうね、攻めていってますけども、こいつらがまあ伸びるなんですよね。で、こんな形でですね、序盤を、一気にこうヒーローパートプラスライトニングの呪文、あとクエイクですね、こいつで削ってからラバルを展開するっていうのがめちゃくちゃ今ですね、これは強いと言われてるんですね。で実際強いと思うんですよ。間違いなくこれは今みたいな、クランジョンの周りに主要な防衛が固まっている場合、ラバルを回す上で重要な施設って、投石機、あと、エアスイーパーですよね。で、さらにタウンホールも当然手強いので、こいつらを全部まとめてライトニングで処理できちゃうとなったら、それはラバルは刺さりますよね。で、こんな感じでやっていくわけなんですけども、ですね、ここにちょっとね、僕誤解があるんじゃないかと思うんですよね。今のこの環境って、この攻めを覚えれば、どんな村でも大体取れるよっていう風に勘違いしてる人いないかなと思うんですよ。で、僕もね、ちょっとね、勘違いしました。頭では分かってるつもりになってるんですよ。そうじゃないっていうのは分かってるんですけど、でもなんかね、これをなんかやれたら、もうすげえ強くなるんだろうなっていう、なんとなくね、そういう期待感と、あとこの攻め方を覚えたいっていう、なんていうのかな、興味というかね、強い興味ですよね。これに押されて、すごい練習したんですけども、結論、やっぱね、これだけじゃダメだと思いますね。この攻め方っていうのは、今みたいに、もう一回言いますけども、そのクラン城がここにありますよね。この周辺に主要な、対空防衛施設が固まっている場合っていうのは、すごい刺さるんですよね。だけど、そうじゃないケースも多々あるし、おそらくこれからどんどんそういう対策が、されていくと思います。なので、選択肢の一つとしてこれを覚えておくのはいいと思うんですけども、必ずしもこの使い方をするのは、セオリーで、他は、もうやらずにこればっか練習する。それはね、多分あんまりおすすめではないのかなと。というふうに思います。でここからは、理由みたいなものを動画をこう見てもらいながらね、話していきたいというふうに思うんですけども、あともう今日3本見てもらいたいのがあります。次これエンペラーターさんですね。てかこのクランの人たちは本当になんか陸も空もうまいですよね。
で、ですね、今回のこのエンペラダーさんのアタックっていうのは、このライトニングの呪文どこに使っていくと思います？おそらく見るのはここですよね。けどこれあんま美味しくなくないですか？エアスイーパーが、まあ、2本あって、あとクランジョ、まあ、この3本、あとまあシングルインフェルノも折れるのかな、まあ、っていう感じですよね。シングルインフェルノに関してはライトニングの呪文5発プラスクエイクで折れるので、まあまあそういう意味ではここを狙っていくっていう手もあると思うんですけども、だけどちょっと待ってと、待ってくださいと、こんな感じですよね。序盤ヒーローパートで外周を削っておきながら、ここにですね、こう、突撃艦のライトラバルーンを入れるんですね。クローンの呪文は枠的に持っていけないんですけども、このライドラがしっかりこの体力の高いフランジョーを起点にチェーンをぶっ刺しまくって、こう、ね、一気に削りを終えていくわけですね。でこうなってくると何が起こるかというと、ここに別にライトニング打つ必要ないんですよね。今まで皆さんが使っていたかもしれないその茜式と言われる、突撃艦ライドラ、バルーン、これで十分なんですよね。でむしろじゃあライトニングどこを使うかというとここなんですね。イーグル砲と投石機、ここを一気にライトニングで折っていくんですね。でそうするともう見てほしいのはこれ、こんな感じになっちゃってますよね。細い L 字、逆 L 字が生まれているので、これもバルーンをですねこっちからこう当てていって、こう流していくようなイメージ、こんな感じでガン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 押していけばもうそれで前回まで伸びてしまいますよということですね。まあ、一つのオプションとして覚えておくのはいいと思うんですよね。ライトニング7発プラスクエイク1発でクランジョが落とせますと。あとはまあクランジョの周辺にある施設も巻き込むので、少しこうねクランジョからちょっとだけ 1マス分ぐらいずらして、他の施設に対しても、ね、ライトニングが入るように打っていくというね、形を作るっていうのは当然これはオプションとして絶対に覚えておくと後々便利なアイディアになるのは間違いないんですけども、必ずクランジョに使っていくって必要もないわけですね。イーグル砲もこのクエイク1発プラスライトニング7発で落とせますので、今みたいな形でイーグル砲プラス投石機をまとめにて落とすとか、まあ、いう形でですねこう使い分けていくっていうのがまず大事かなというふうに思います。これがまず、今日お伝えしたかった1個目、まだまだあります、まだまだあるんで最後でぜひご覧ください。でですね、必ずしも今のは、タウンホールじゃないわ、クランジョに落とすだけではないですよって話ですね。じゃあ次の動画行ってみたいと思います。ちょっとここからはね関西クラクラクラブに移ります。ではどうぞ。こちらキリさんですね。で今回のキリさんのアタックっていうのもこの順次側ですね、ここのところ、クランジョと、投石機、あとはシングルインフェルノにプラスロイヤルチャンピオン、このロイヤルチャンピオンもですね体力的に、ライトニングの呪文7発で倒せるようになってしまっているので、これがちゃんと1点に集まるこの瞬間、この瞬間を狙ってライトニングを打っていくことによって全部まとめて、倒していくと。もう陸の主要、あと空かな、の主要防衛4施設を一気にこれで、壊しましたね。で、さらに、アーチャークイーン投石機、これを、ヒーローパートで狙っていきます。8時から入れていきますね。バーバリアンキング、アーチャークイーン、あとロイヤルチャンピオンを使ってここを追っていくという形になります。で、まあ、今回のですね、アタックを見てもらうと、まあそれうまいなっていうふうに思うと思うんですよ。なんで、ちょっと一旦ね、この細かい攻めのプランニングのところっていうのはもう、 こう見ながらちょっと、眺めてほしいと思うんですけども、やっぱコツをちょっとお話しすると、本人にも聞いてみたんですけど、今回のそのライトニングの呪文プラスクエイクを使って、相手の急所、今の12時方面のここみたいに折れるところがあった場合には折っていくんですね。で、そうすることによって、その後のパートの、ルートがしっかり作れるのであれば、それはラバルを、できる環境なんでやった方がいいと。だけども、もしもそれをやって、ちゃんとルートが作れるような環境になんないんだったら、ちょっとね、それは黄色信号なので、気をつけた方がいいということですね。まあ、やっぱり、投石機プラスの相手のヒーロー防衛軍、あとタウンホール、この辺を壊していきながらいかにラバハウンド、バルーンのルートを作るか、まあ、そこに多分ですね、皆さんすごい上手い方は注目しているみたいで、それができるかどうかってところを見極めながら、この戦術運用していかないとおそらくミスっちゃうということになります。で、私のですね、この後見てもらう攻めがまさにそのミスをもう完璧なぐらいですね、うまいことミスっているので、ぜひですね、なるほど、こうなるんだなという形でね、見てもらえたら嬉しいなというふうに思うんですけども、まあまあ、うまい人がすればこれぐらいラババルーンがね、がっつり余っても圧倒的全開になると気持ちいいですよね。
なんですけど、まあ、昨日今日とね、私ちょっと今 ESL をねまさにやってるそのさなかで、 ESL って世界選手権予選ですね、やってるさなかでこの動画撮ってるんですけども、この環境でじゃあみんな空するかって言ったらそうでもないんですね。結構ねディガホグとかイエティやってるプレイヤー、まあ、トッププレイヤーですよ、世界のね、もう世界選手権の舞台の予選なんでトッププレイヤーなんですけども、まあ、そういう人たちが多いんですよね。でなんでかっていうと、一つはもう今のこの12時方面みたいなこういう急所、そう簡単には作ってくんないんですよね。みんな対策してるんですよ。そうするとこのクエイクライトニングって使いどころがそんなに見つかんないんですよね。今日見てもらってるこの動画の2本目、エンペラダーさんがやっていた、あそこの、イーグル4プラスの投石2本、あれに打っていったような、ライトニングのポイントっていうのも、まあ、そういう風なのもね今後まあ残っていくと思うし、今のこのキリさんがやったような、クランジョ周りもそうですよね、残っていくと思うんですけども、対策をされてきちゃうとあんまり美味しくないという風なところがあるんで、やっぱりねこれ一辺倒に偏るのは良くないですね。この急所を見つけたらやるというのはありなんですけども、見つかんなかったら別の今までやってきたイエティとか、あとはディガホグとか、まあ、そういったね戦術っていうのを、候補に加えながら、考えていくっていうのが一番いいのかなというふうに思います。でこれですね、僕がやった時間切れのアタックだったんですけども、なんで時間切れになったか、2つポイントがあります。まあ、それをちょっと見てもらいたいと思うんですよね。まずはですね、これ3分きっかりで始まってるんで、この10秒間の間、これですよね、これガーゴイルで金庫を削ってる間に、なんかね、あれやこれや、その手順を頭の中で振り返ってたら遅れちゃったんですけど、フランジョプラス透析機2個、プラスインフェルノプラスのエアスイーパーですよ。こんだけこの中央を削って、アドバンテージ取ってるのに、なんでこれでミスる理由があんのっていうのが、まあ、皆さん多分おそらく思うと思うんで、そこをね、中心に話をしていきたいと思うんですけども、プラン的にはですね、まずこの6時方面、このイーグルホプラスロイヤルチャンピオンを、ウォールバースタープラスのロイヤルチャンピオンで削っていきます。この発想はね、まあ、我ながら別に悪かなかったかなというふうに思うんですけども、ここはうまくいきますね。で、それをまあちょっと、やってるということをちょっと分かってもらった上で、上側、バーバリアンキングと、あとアーチャークイーンで、このタンゴールを狙っていきます。で、これも落とせるんですね。なんですけど、まあ、この時点でもう1分経過、まだまだババキンとアーチャークイーンの仕事いっぱい残ってるんで、これちょっとねしばらく終わんねえなこのパートっていうのが分かりますよね。おまけにアイスゴーレムの出し忘れはまあミスですね手順がちゃんと頭に入ってなかったっていう感じで、でもう倉庫行ってるうちにもう6時方面こんだけ削れてるわけですよね。であと12時方面に関しても、タウンホールをしっかりアーチャークイーンがクロークで削って、なんですが、やっぱりこれね一つ目のポイントっていうのはこのヒーローパード長すぎですね。慣れてなさすぎて、さっきのそのライトニングの呪文使うまでの間もそうなんですけど、間を取りすぎちゃってるんですよ、いろんなところで。なんで結果的に全部の攻めが後押しになっていって、もうラババルーンが始まるこのタイミングで1分20秒しかないんですね。これはもう遅すぎですよね。でさらに今ラババルーンが出てきたポイント、2つ目のポイント何かっていうと、ここから来てますね。ここからこの、9時10時面から、これちょっと多分上手い方からすればなんでそっちなのって思ったと思うんですよ。これ完全にミスですね。エアスイーパーもこっち向いてるし、こうじゃなくて多分ここは8時9時面から出して、こんな風に時計回りに回すのが良かったですね。で、または、まあ、反対側から行くっていうのもね、3時から9時方向に行くっていうのも回りかもしれないですけども、とにかく多分これは一番悪手ですね。この、ラバルの回し方は。ということで、ラバルを全然本当に今までやってこなかったので、こういう風なことしかできないっていうことですね。普通にこういうことやっちゃうんですよね。慣れてないと。で、さらにもう一個は、ヒーローパートがやっぱ長すぎるっていうのも同じで、スーサイドっていう攻め方を全然これまで使ってこなかったんで、慣れてないんですよね。なんで一個一個の手がこう遅くなっちゃって、結果的に全部後倒しになっちゃうというのがね、まあ、今回の大きな敗因だというふうに思うんですけども、もうそれをですね、やっぱなくせるかどうかって本当大事ですね。で、まあ、さっきルートの話をしましたけども、3本目の動画のところで、今回の私のこのアタックって、見てもらうとですね、ラバルを回し始める前にその縦のこの3つの区画っていうのをこう、全部削ってたわけなんですね。でもこれってよく考えてみるとラバルすごい回しにくいですよね。中央に入った瞬間にどこに散っていくか分かんなくなっちゃうんですよ。こういう風にすごいこれね回しにくい形になっちゃってます。これをするんだったら思い切ってこうね、上側をがっつり削っておいて下側のところにこうラバルを回していく、まあ別に反対回してもいいと思うんですけど、回していくっていうのをね
こういうような、ラバーバルーンのルートをしっかり限定するような削りをすればいいのに、私の場合ちょっとそれをねやらずにこんな風な縦にね削りたいなんか主要施設があるからとりあえず削ったみたいなことをおっしゃったんで、結果的にそれがルート作りに全くつながってなくて、最後ラバーバルーンパートがチリチリになっちゃうというね、もう大きなミスを生んでしまったのかなというふうに思います。まあ、なのでまとめるとですね、あのラバハウンドとバルーンをまあ確かに使うっていうのは、まあすごく今の環境であの強いとは思うんですね。あの相手の主要防衛が固まっていてライトニングで落とせるんだったらすごい強いと思うんですよ。なんですけど、これがですね必ずしも全ての村に当てはまるかって言ったらそうでもない。ライトニング使えるポイントがない村もこれから多分どんどん増えてくるし、現在でも多分そうだと思います。で、空が相対的に強くなったっていうのは多分ですね、ちょっとこれが誤解かと思っていて、今まで空ってあんまり強くなかったんですよね。バランス的にも陸が圧倒的に強かったと思うんですよ。東海兵舎もあったしね、ペッカとかのウィザーとか出てくるじゃないですか。あれのおかげでやっぱ陸主体の編成がとにかく強かったんですよ。なんで空でアドバンテージが取りにくかったんですけども、今回ラバハウンドもレベルが上がり、突撃艦とロックボマーもレベルが上がり、かなりですね空のユニットのレベルが上がりましたよね。でこうなったことによって空が陸に対して相対的に強くなった。で大砲とかもちょっとこうねレベルが上がったので、これも陸完全防衛強化なんで、ラバーハウンドじゃないわ、ディガホグとかイエティとかに対しても、まあ、これはちょっと、苦しい環境になってきたっていうことだと思うんですよ。なので、確かに防衛と、あとユニット的には空の方に、有利な環境に見えるんです。今まで空が不遇すぎたんで、有利になって、僕多分これちょうどトントンぐらいだと思うんですよね。なんで、もうこれからは空だと、空ができなかったらもう終わりだっていうふうに思うのは多分これ間違いですね。陸でも全然通用しますし、今まで陸偏重だった防衛施設が、クロスボウ全部陸とかね、だったのがおそらく今度、対空のクロスボウになってくるでしょうね。そうしたら、食い火は刺さりますよね。でさらに、スケルトントラップほぼ多分今全部陸ですよ。でも今度空がやばくなってきたら対空のスケルトントラップも出てきますよね。そうするとディガホグが刺さりますよねっていうような具合で、全然ですね、あの陸と空の、環境今は圧倒的空優位みたいな風には思わない方が僕はいいと思います。おそらくこれからトントンになってくるんで、今は、皆さんが主力で持ってる編成が陸だったら、それを無理やり空に変える必要はないですね。ぜひぜひ、陸の編成っていうのをこれからも中心に添えながら、このバランスのいい環境においては両方とも使えると、これは確かにすごくいいと思うんですよ。陸も空もできる、これ完璧ですね。なんでそういう風なのをむしろこれから目指していく、両刀使いになるのをぜひね、目指していくべき環境なんじゃないかなっていう風に私は思います。まあ、そこのポイントもね、今日はお伝えしたかったんで、まあ、空の、すごいいいアタック3本見てもらった上に、私のねもう空のダメダメダックを1本見てもらいました。まあ、こんな形でですね、これからもこのアップデート環境に、沿ったいろんなね、動画だ、アタックだったり、あとは考え方っていうのを発信させていただきたいというふうに思いますので、よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいです。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てください。おそらくタウンホール13オンリーにもなってくると思うので、13の方、募集しておりますのでね、もし興味がありましたら遠慮なく、まあ、こんなリーダーがね率いてるクラなんで、そんなにね敷居高くないと大丈夫です。ぜひね来てもらえたら嬉しいなと思いますので、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。